小崎チャンネル。ちょっ。こんにちは。さあ、12月25日、ハッピーメリークリスマス。クリスマスですか。はい、クリスマスです。はい、年に一度のクリスマス。はい。はい、それでは袴田さん、はい、クリスマスソングお願いします。クリスマスソング。はい、きっと君は来ない。一人きりのクリスマスイブかこれということで、はいはいはい、ね、毎年恒例のクリスマスに行うのはこの企画、はい、第4回里崎賞の発表です。イエイ、ね、はいはい、初代誰とか初代、はい、初代相沢よ。相沢、はい、大城、はい、木下、はい、だよね確か。まあね、はい、今日初めてご覧になった方はですね、はい、この里崎賞という賞はですね、沢村賞に影響されまして、はい、今年一番活躍したと思う最優良捕手を選ぶという企画になっております。はい、しかも沢村賞はね、うん、関東何回とか防御率とか、登板とかね、はい、いろんな項目、イニングとかね、200イニングありますけども、はい、里崎賞にも7つの項目があります。はい、その項目はね、まず1つ目、うん、出場試合数がシーズンの半分以上だから、今年は143試合なので72試合以上、打席数200打席以上、はい、本塁打数10本以上、打率2割5分以上、盗塁阻止率3割以上、うん、パスボール保逸の数3個以下、はい、そしてオールスター出場、はい、この7項目を照らし合わせて全捕手を評価にして、はい、2022年度の里崎賞を選ぶという、はい、この基準っていうのは、いえばちょっと里崎さんに寄ってるってことで、里崎賞ですから、そうそう、俺が考えた、はい、もう独断と偏見で、里さん的優秀キャッチャーのってことですね。そう、まあ、これぐらいは最低でもクリアしなきゃいけないんじゃないのっていうね、うんうん、ノミネート、はい、でその中でも重要項目っていうのは、重要項目はやはり里崎が言う、やっぱりね、はい、打って勝つっていうところではね、やっぱホームラン10本以上っていうところと、はい、やっぱりパスボールは少なくなきゃいけないんで、うん、本当は2個とか1個とか言いたいんだけども、はい、まあまあ3個以下で、盗塁阻止率は3割低いと思いつつもね、うん、やっぱピッチャーのクイックできなかったらキャッチャーどうしようもないから、うん、共同作業だからね、はい、だからまあその中でもやっぱり全体的に3割は超えたいねっていうね、うん、でね、まあ、打席数ね、うん、やっぱりそのキャッチャーは代打で出るパターンが多いですあるんで、やっぱしっかり200打席ぐらいは出場数出てても打席もしっかり立とうっていうね、うん、ところで、まあ、このね項目基準に、はい、なっております、はい、だからまああのまずパリーグの最下位からじゃあ、はい、行きましょう。最下位は日本ハム、はい、日本ハムでノミネートされたのは宇佐美選手、はい、81試合出場237打席、うん、ホームラン5本、打率2割5分6厘、盗塁阻止率3割4厘保逸0、オールスターは未出場、はい、というところで5項目。おお、結構いってますね。これは高いよ。高いですね。5項目はだからホームランとオールスター出てなかったんで、はい、結構もう宇佐美、はい、来たね。結構5はかなり優秀なラインよ。こうやって見るとなんか印象、ごめんなさい、印象よりも、うん、あ、こんだけいってるんだっていうのが驚きがありました。いい形のね、うん、仕事してるね、はい、で続いて5位ロッテ佐藤俊也、はい、118試合出場、うん、402打席、おクリアです。ホームラン8本、2割1分4厘、うん、盗塁阻止率3割6分1厘、5クリア、保逸4、オールスター未出場、うん、ということで3です、はい、しかも佐藤の場合はファーストとか DH でも出場が結構あるんでね、うん、はい、っていうところでもキャッチャーとしてだと63試合なのよ。あ、そうなんだ。そう、そういったところではまあもうちょっとキャッチャー伸ばしていきたいかなっていうね、うん、で松川、はい、76試合出場212打席、ここもホームラン0、うん、打率1割7分3厘、盗塁阻止率2割3分7厘、うん、保逸が6、うん、でオールスターには出場してます、はい、でいわば試合出てるだけ、あ、結果としたらね、はい、だから他がどこも項目ないんで、うん、保逸6はちょっと多すぎるね。ちょっとそうですね、うん、だからここら辺のやっぱり守備面のやっぱスキルアップをもっとしていかないと、うん、まあ、もちろん打つのもそうだけど、はい、うん、だからやっぱ攻守にあたってもっとスキルアップしていかないとちょっとまだまだだね。そうですね、うん、まあ、1年目としてはよく頑張ったけども、はい、まあ、1年目としてはって言われてる間はまだ半人前だから、ねうん、続いて、はい、楽天隅田に98試合出場、はい、288打席、はい、ホームラン4本、うん、打率2割3分7厘、盗塁阻止率3割3分9厘、保逸2、オールスター未出場、うん、4項目。宇佐美の凄さが、そう、意外と、ね、5だからね。しかも保逸ゼロだし、そうそうそう、うん、唯一の保逸ゼロだからね、はい、で続いて、はい、3位西武森、はい、102試合出場
412打席、8本塁打、2割5分1厘、3割2分8厘、盗塁阻止率、こいつにオールスター出場。おお、6項目。6項目。しかもホームランちょっと惜しかったですね。ホームランあと2本打ってたら、満票だった。そうですね。でも6。6項目。ちょっとあれでしたもんね、いない時期ありましたもんね。そうそうそう、あのね、なんか自分で投げてね、あ、はい、あれ痛かったね、はい、あれ休んでなかった絶対クリアしてますよ。絶対クリアしてた、でも今トップだね、パリ。はい、トップで。続いて2位のソフトバンク甲斐、130試合出場、405打席、ホームラン1本、打率1割8分、盗塁阻止率3割4分3厘、ホイツ3、オールスター未出場4です。あ、オールスターそこ出てないんだ。はい、甲斐の里崎賞受賞、ちょっと遠いね。なんか一番近い存在な気がしてたんですけど、これベスナイン何回取っても、里崎賞そんな簡単に取れないからね。そうですね、そうか、打率が今季1割8分でホームランも1本だったんですね。そうそうそう、これはちょっと少なすぎるね、正直ね。だから打つのをもうちょっと頑張んないと、まあ、里崎賞には、まあそんなんね、欲しくねえよって思ってるかも分かんないけど相沢なんて取った時俺駆けつけてくれたんだから、ありがとうございますっていうね。本当キャンプ行った時、でその後はコロナになっちゃってね、話してないけども、はい、これはもう 4年も続けてんだから、はい、それは名誉ある賞にして。そうですね、勝手に、まあ名誉あるかどうか俺は勝手に言ってるだけだけどね取らないよりはもらった方が嬉しい。そう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 、はい、で続いて優勝したオリックス、はい、若月68試合出場、193打席、4本塁打、2割8分1厘で盗塁阻止率が公式には出てない、はい、でホイツがこれ出てないて、ね、出てないのよ公式にね、でオールスター未出場、はい、だから打率しかクリアしてない、で伏見76試合出場、235打席、ホームラン3本、打率2割2分クリーン、盗塁阻止率3割2分4厘、ホイツ5、オールスター未出場3です。3項目で、やっぱりオリックスのキャッチャーはやっぱその目に見える数字をもうちょっと頑張らないといけないね。その貢献度は高いと思うよ、はい、でも目に見える数字をちょっともうちょっと頑張らなきゃいけないし、伏見はオリックスから日本ハム行ったからね、はい、日本ハムの宇佐美にとってね、まあ、どうなるのか。でも宇佐美はね5個もクリアしてるからね。いや本当森選手のもう時点が宇佐美選手でしたね。そうだね、だから結果パリーグの代表は森だね、はい、だって6項目クリアだからね、惜しかったねホームランに。本当に、ね、出てればもうちょっと出てれば、でもこれ12球団で1人だから、はい、次セリーグ、じゃあ見ていきましょう、はい、じゃあセリーグも最下位から、はい、中日木下、昨年の佐々木賞、はい、120試合出場、466打席、6本塁打、2割4分6厘、盗塁阻止率2割9分3厘、ホイツさん、オールスター出場、4項目です。そっか、去年満票だったのにですね。ホームランと打率も届かずで、盗塁阻止率もちょっと3割切ってしまった。そうだね、ちょっと打つのが今年低迷しちゃったね、はい、で続いて5位広島、はい、相澤98試合出場、325打席、3本塁打、打率2割7厘、盗塁阻止率1割8分、ホイツ5、オールスター未出場2です、はい、試合出てる評価しかないです。まだ追いぼれるには早いよ、こう頑張り時だよ。でも坂倉がね、はい、キャッチャー来るからね。そうですね、ちなみにね、坂倉は今年全部サードだったけども、ちなみに坂倉が成績が143試合出場、フル出場、599打席、ホームラン16本、打率2割8分8厘、盗塁阻止率ホイツはない、出てないからね。でオールスター出場、5、来年キャッチャーになってこの盗塁阻止率とホイツがクリアできたら、はい、やばい存在になる。そうですね、ホームランも16本打ってますからね。そう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 。さあ続いて4位、はい、巨人大城、はい、115試合出場、393打席、ホームラン13本、打率2割6分6厘、盗塁阻止率3割4分9厘、ホイツ4、オールスター未出場5項目。こいつ我慢しとけね。本当ですね、1個多かったね、4個になっちゃった、バランス的にはいいけどね、はい、めちゃくちゃね、バランスめっちゃいいですね。だからキャッチャーやっててホームラン2桁以上打ったのは大城だけなんだよ、はい、12球団で。本当だ、いや惜しかったね、1、2、5個か、いや森の6個がいるからね。そうですね、残念。次3位阪神梅野、100試合出場、331打席、4本塁打、2割2分8厘打率、盗塁阻止率3割2分3厘、ホイツ1、オールスター未出場4項目。これちょっと打つ方がもうちょっと頑張らなきゃいけないね。ちなみに阪神坂本は60試合出場、151打席、ホームラン0、打率1割8分9厘、盗塁阻止率が出てなくて、ホイツ2、全体的に頑張りましょう、はい、2位 DeNA 嶺井、93試合出場、2割6分2厘、ホームラン5、打率2割5厘、盗塁阻止率3割2分1厘、ホイツ3、オールスター未出場1、2、3、4項目。打つのがね、びっくりホームランとかあるけどね、はい、ソフトバンク行ってどうなるかって感じがね。でちなみにね、戸柱72試合出場、151打席、ホームラン4、打率2割6分4厘、盗塁阻止率出てなくて、ホイツも出てなくて、オールスター未出場
だからまあね、戸柱がどこまで頑張れるかだね。2項目か、うん、はい、続いて優勝ヤクルト、はい、中村、はい、86試合出場307打席、ホームラン5本、打率2割6分3厘、盗塁阻止率3割6分4厘、保率1、オールスター出場お6項目タイです。うわー、森選手とじゃ並んで6項目。そうだね、うん、でちなみに内山が74試合出場197打席、ホームラン4、打率2割3分2厘、盗塁阻止率出てなくて保率2、オールスター未出場で、まあ、内山のね、うん、未来への頑張りは期待したいですけどね、はい、でも両リーグ揃いましたけども、はい、なんと、中村そして森が同率の6個です、うん、はいはい、じゃあこれちょっと項目ごとにどっちが上回ってるかちょっと見てったら、そうですね、で試合数は、うん、森が102試合で上、はい、で打席数も412塁で森が上、はい、でホームランも8本で森が上、はい、でも打率は2割6分3厘で中村が上、盗塁阻止率は3割6分4厘で中村が上、はい、で保率は1個で中村が上で、オールスターは両方出てるって3項目ずつじゃないですか。そう、3項目ずつ、3-3-1引き分けた。重要項目としてのホームランは森が上、うんうん、でも保率が中村が上、全部タイ、タイ初めて選考が難しい。そうですね、はい、これどうするんですか。それはもう発表しますよ。あ、もう決まりました。決まりました、決まりました、はい、じゃあお願いします。それでは2022年里崎賞の発表です。じゃん、受賞したのはヤクルトの中村悠平選手。分かった。なんすか。勝ったから、まあ、それはもちろん重要ですね、はい、もちろんそこも一つ入ってるんですけども、はい、新しく取り入れた、はい、この日刊スポーツで里崎がやってる、はい、保守クオリティスタート率、これもちょっと参考にしまして、なるほど、はい、中村悠平選手が 64% で、森選手は 63.4%、 だから 0.6% 中村選手が勝ってるところも踏まえて、うん、クオリティスタート率もちょっと参考にしまして、はい、これとリーグ優勝もしてることを加味して、はい、打つか勝つかがキャッチャーは大事だって言ってる中で、はい、勝つこともできてるし、うん、クオリティスタート率も高いし、はい、ということで中村選手です。だから来年からこの保守クオリティスタート率を8項目目に入れる可能性があります。まあ、参考になりますもんね。そうですそうですそうです、はい、一つのね、こういうのだって里崎がやってるだけだからね、はい、選考基準に文句言われる筋じゃねえから、ね、そうですね、うん、でも今回は中村選手が初受賞ということで、はい、ということは4年連続セ・リーグじゃないですか。そうなんだよ。いや、パ・リーグもっと頑張ってほしいね。なんでなんですかね。それはもうセ・リーグのキャッチャーの方が攻守に優れてる能力が高いとしか言わざるを得ないね、うん、もう言わざるを得ないですよね、うん、宇佐美惜しかったけどね。はい、宇佐美がもしホームラン10本打ってたら宇佐美なんだよ、うん、あ、そっか。だってこいつゼロでホームラン10本打ってたら誰も達成してないから、はい、そっか、重要項目2つともクリアになるから、うん、もしくは森があと2本ホームラン打ってたら、うん、余裕で森選手でしたね、うん、森選手惜しかったな、うん、試合いなかったから、そうそうそう、そこは言いたかったよね、うん、でもだから来年は坂倉がひょっとしたら受賞するかもわかんないけども、はいはい、受賞したらまたセリーグ、そうですね、いやちょっとパ・リーグのキャッチャーの人頑張ってほしいよね。森選手もいける気がしますよ。もうそうそうそう、オリックス行ってね、でも試合数あと DH とかもあるからね、そこら辺がちょっとね、はい、マイナスポイントになる可能性あるんだよ。そっか、うん、しかもね、オリックス行ったら若月選手もいるし、そう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 、うん、DH でキャッチャーの試合数が減っちゃうとちょっとそこはポイント少なくてもキャッチャーオンリーで活躍してたらそっちの人になっちゃうからね。甲斐選手にも取ってほしいしな。打たないとね、うん、甲斐が取れないっていうね。そうなんですよね、うん、でもここまでね、はい、広島、うん、巨人、中日、ヤクルト、はい、連覇難しいね。難しい、めちゃくちゃね、はい、でもそういったところで、はい、まあ、今年度のね、はい、里崎賞は、うん、東京ヤクルトスワローズの中村悠平選手でした、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。